あいつこんなこと言ってました、リターンズ。はい。テレビ、ラジオ、雑誌、ブログ、ツイッターなどでですね、有名人が調子ぶっこいて話していたことをチクってもらうコーナーです。まだ本調子じゃないけど、メールはしっかりしてると思いますから。あ、そうでしょうね。大丈夫です、はい。僕と安田さんの調子がまだ悪いだけでね。そうですね。調子が悪い。そうだ。悪いですね。悪いですね、確かに。ラジオネーム、センターエビス。有吉さん、ゆとり世代に教えたい人生設計を間違えた大人代表のイザムが、ツイッターで一丁前に苦言を呈してやがりました。テレビでやらしいことをわざわざし合ってまで売れようとするアイドル、それをやらせてまで金儲けしたい大人たち、それを喜んで応援するお客様、その皆様方、一つだけ勘違いしないでくださいね。それはエンターテイメントではありません。エンターテイメントは品格があってのものです。カッツ女装してくねくねしてただけのお前が品格とかどの口が言ってんだ才能ない、オーラない、品格ない、発言力ない、人気ない、ポコチンない、あるのはキングコング西野と同じプライドだけ。お前ゲスラー以下だな。それにエンターテインメントを語っていいのはウォルト・ディズニーだけなんだよ。ウォルト・ディズニーも言ってただろ、アイドルと風俗嬢に説教するやつは陰謀以下だってな。というわけで芸能各所の皆様方、今日からイザムは陰謀に改名してサンドリープロダクションから再スタートを切ります。枕営業、改造手術、処刑、何でもやります。どうぞうちの陰謀をよろしくお願いします。いいのかケーキからエンジェルあげる。あー、来ちゃったの。先ラジオネームシュレッケン、うん、有吉さん、 CC ガールズの原田のり子さんが再結成について聞かれこんなことを言っていました。人生の大事なことだからそう簡単にはいかない。おい、こんなことはどうでもいいからな、モノマネ王座決定戦の優勝はやっぱりやらせだったと思うんだよ。とりあえず再結成するならその真偽明らかにしてから出直してこい。まだ言ってんのかよ。あの当時みんななんとなく持ち回りみたいに優勝してただろう。もう上でダチョウ取ったりね、取ったりね、シジガールズにも取らせてやるよ。そうですね、はい。何言ってんの、曲げとくか。パン、だいぶ前だもんな。ラジオ今年入ってまだ新しいノベリティできませんか。まだいっぱい余ってるシールが。エンジェルじゃない、デビルの方はもうだいぶない。あ、じゃあ新しくなるかもしれませんよ。お、はい、またちょっとよろしくお願いしますね、はい。エンジェルほとんど出ないからもう全部あるような状態。そうなんだ、はい。ラジオナスビマン、有吉さん、陰湿ネズミことメンタリストダイゴさんがツイッターでこんなことつぶやいてやがりました。美味しい料理を食べたことがない人が美味しい料理を作れないように、素晴らしい人と付き合わなければ素晴らしい人間にはなれない。あなたは今晩どんな人と一緒にいますか。大吾さん、私から人心掌握と大衆扇動の技術、そしてメンタリズムを駆使し、いくつか言わせてください。うっせえ細チンコマネキン。女で一つ貧乏しながら子供二人、孫二人育てた俺のばあちゃんの飯はクソうまいぞ。人の純粋無垢な心理を食い散らかすお前のうまいもんってなんだ。もし出会う人間で己も変化するなら、お前みたいな薄らキモい変態昭和人間とはな、まずお断りだバカ。何怒ってんだそんなの。ね、そうそう。ラジオネームプケメナス、うん、有吉さん、マサチューセッツ工科大学の助教授でアーティストのスプツニコがこんなツイートしてやがりました。気になる人の元カノや行きつけのガールズバーなどを Facebook で調べ上げるのはもちろん、彼女たちのブログは最低1年分遡って解析しているので、初デートで一番困ったのは彼の趣味や行きつけのレストランの話を全部知らないふりをして聞くことかな。怖え、怖え、怖すぎるよ。他にも Facebook のいいね頻度などをもとにビッグデータを解析し、付き合っている人に手を出しそうな美女リストを事前に割り出してチェックしてる。お前闇が深すぎるよ、怖いな。もしかして俺のツイートも全部解析してるのか。やめてくれよ。川口春奈様に目の前で俺の睾丸を食いちぎってほしいとか、37歳ニートのマザーファッカーだとか、お願いだからバラさないでよ、許して。うん、まあまあです。
ラジオネーム田中誠志郎。浜田と志村がリアクション芸ダメ出しスペシャルという番組で元祖進撃の巨人ことオール巨人師匠が出演されていました。ジャージ姿の巨人師匠は冒頭で、わしは痛くても痛いって言わないタイプやねんと発言の後、おそらく痕跡最後であろうゴムパッチンを食らい、案外痛いな、でも我慢は全然できる状態ですと真顔でコメント。最後に500ミリのペットボトル何本分のかの重さの何本分の重さの鼻フックに耐えられるかという挑戦で、これで何本でもいけますわ、これ何本でもいけますわというセリフの後、11本という驚異的な記録を叩き出していました。巨人師匠すげえよ、原西ですら8本が限界だったのに、もうリアクションどうこうじゃなくて己の肉体がどこまで耐えられるかっていう修行みたいになってるじゃねえか。まあまあかな、ちょっとやめよう、なんかノリが違うな。ラジオネームね、これはいいかな、ペケミニ。ヤクミツルとかいうズラをかぶった偉そうな三流漫画家がこれこれそれこれじゃないんだよ、こういう冒頭じゃないんだよ。ヤクミツルとかいうズラをかぶった偉そうな三流漫画家が週刊朝日で昨年を振り返りこんなこと言ってました。11月に上海であったグランプリシリーズで頭に包帯を巻いた羽生結弦くんが演技を終えて号泣してましたね。アスリートがあーも泣くかというのが僕の意見です。直前に負傷したり演技で何度も転倒したりして感極まったのはわかるが泣き虫だなぁと、自分が泣いても様になるという意識が無自覚にあるのではと思ってしまうね。まあフィギュアはナルシストのスポーツですからねと。お前毛根は申し訳なさそうに生えてるくせして本体は偉そうだな白鵬に対して品格がないとかケチつけたり、フィギュアのエース捕まえてナルシストの泣き虫呼ばわりしたり、人のチンカ食って生きてる汚ねえウジ虫が何のかしてたこの野郎そういやうちの死んだじいちゃん言ってたわ、カツラをかぶってるやつは腹を割って話せないから信用するなそんなそれとこれは俺の持論だけど、ハゲ方の汚ねえやつは根性も汚ねえ偏見だよ偏見、両方ともてめえのことだよ家帰って丸気なクソ漫画描いてるハゲハゲときましょう、ハゲちゃうの、ハゲときましょう、ハゲときます、いや面白かった、一旦ブレイクです。